皆さんこんにちは。ヤリスクロス納車待ちユーザーです。重箱の隅をつつくようにヤリスクロスの欠点を探すと、必要ないと感じられるかもしれませんが、次の2つが見つかりました。1. ある速度になったら、自動的にドアをロックする車速連動オートドアロックがない。2. ブレーキホールドがエンジン始動時に毎回オフになる。車速連動オートドアロックは、必要か必要でないかは個人で見解が分かれるところですが、一定の車速に達したら自動的にドアロックしてくれる方が安全的に良いように感じます。ブレーキホールドがエンジン始動時に毎回オフになるについては、エンジンをかけるたびにブレーキホールドをオンにしなければなりません。結構不便ではないでしょうか。ブレーキホールドのオン設定を記憶して、次は自動的に前回の設定にしてくれれば良いのですが、これらに改善方法はないかと Amazon で探しましたらありました。まず、ヤリスクロス用車速連動オートドアロックキットを見つけました。タイプとして2種類あるようです。ハンドル下のパネルを外して、中のコネクタを割り込ませてカプラーを差し込むタイプ。OBD、車のコンピューターの点検用のコネクターですね。それに差し込むだけのタイプです。取り付けは、どちらも私のレベルの DIY でなんとかなりそうです。特に OBD に差し込むタイプは、OBD の場所はすぐにわかりますので簡単です。ブレーキホールドの問題も、オートブレーキホールドキットが販売されています。これを取り付けますと、エンジンを切るたびに、ブレーキホールドが解除されなくなります。こちらはハンドル下のパネルを外して、中のコネクターを割り込ませてカプラーを差し込むタイプ、カプラーオンタイプになります。ハンドル下のカバーを外さなければなりませんが、カバーの取り外し取り付け等は YouTube の動画で公開されていますので、なんとかなりそうです。個人的にはどちらもカプラーオンタイプにすると、ケーブルの収納スペースが心配ですので、オートドアロックキットを OBD に取り付けるタイプにして、オートブレーキホールドキットをハンドルの下のパネルを外して取り付けるタイプにしようかと思います。私の感想と同じように考えている方が多いと思います。そこで、その問題を解決するために開発された商品があります。ヤリスクロスだけでなく、他の車種のものもあります。興味のある方はぜひチェックしてみてください。今回はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。